日はですね、地元岸和田に帰ってきております。なので今日は地元で、撮らせてくださいって言って場所をね提供してくださったお店がありますので紹介しますね。じゃ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 ん、春木商店街にありますストライプバルーンさんです。ストライプバルーンさんの奥で今日は撮影をさせていただきます。一応ですね、大阪に来たということで、PCR 検査もしまして、の陰性でした。はい、バッチリ感染対策もして、マスクをつけて撮影をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ中入ろうかな。お邪魔します。お邪魔します。どうも。こんにちは。オーナーのマッキンさんでーす。お久しぶりでございます。そう、すごい久しぶりなんです。心よく場所も全然いいよ、使ってっていう風に貸していただきましたね。春木商店街で会長なんだっけ。そうですね、商店街の会長。商店街の会長もされているということでね、コロナ禍で大変な中いろいろね、はい、待ってますよ。いやそうですよね。じゃあ今日はよろしくお願いします。ちょっとお借りいたします。お願いします。始まりました、ダンサークラーク。MC のさやかです。先ほどね、紹介したお洋服屋さんの奥に今来たんですけど、奥に来るとバークローゼットという隠れ家的なバーがあるんですね。よかったら皆さんぜひ地元の方は飲みに来てください。今日はここでね撮っていこうと思います。早速ね呼びたいんですよ。私はこう地元のダンサーの子に声をかけたので、早速ゲストの子を呼んでいきたいと思います。本日のダンサートーク、ゲストダンサーはこちら、はい、本日のゲストダンサーはゆきなです。ゆきなちゃんそうさ、はい、なんかさ、はい、お揃いみたいにねなってません？なんかポップスがさ、レザーの、ね、本当に何も言ってみたいな何も言ってないのにさ、なんかお揃いみたいになって嬉しいです。知らない人もいるかと思うので、ちょっと軽くじゃあゆきなの説明しようかな、はい、私の方から、はい、ゆきなとの、関係性はですね、ヒルクライムから TOC 徳さん、ラッパーの徳さんの、透明坂ツアーの時に、ダンサーをねさせてもらって、はい、2人で振り付けも半分こして振り付けもお互いして、でパフォーマーも2人で出させてもらったっていうところと、あともう一個は大阪ダンス&アクターズっていうね、こうダンスの専門学校で2年間講師をしてたことがあるんですけど、その時に私の授業を取ってくれてて、はい、最後卒業のタイミングの発表会みたいなね、制作っていう作品展の時に私の作品も出演してくれた、まあ、学生さんですよね、その当時の、はい、教え子でもあります。でそのダンスの学校私も卒業したので、まあ、10個ぐらい年はしたんですけど後輩先輩と後輩っていうね、はい、関係性もあるというところで、でも会うのね、ちょっと久しぶりになってしまったな。そうですね、2年3年、ね、多分最後に会ったのが大阪のさ AX でさワークショップした最後じゃん。あれより後会ってる？東京じゃなかったですか？東京に来た時ですよね。東京来たな。東京の時じゃなかったですか？あれいつや？あれが最後か。多分一緒にさ、はい、あれやろ、中川さん見に行ったやろ、はい、渋谷のオーチャードホールか、はい、文化村かな、はい、あれが最後か、はい、じゃもうちょっと 2,3 年ぶりみたいなことか。そうだと思います。子供生まれてた2人目。いや多分なんか大きかったです。お、妊婦の時に会ってる、ね、妊婦の時です。はい、でもなんか久しぶりな感じしないですよね。あんまりなんか SNS のおかげかな。そうなんかこう見てはいるからね。やっぱりよかったら説明した概要欄に、ゆきなちゃんのプロフィールとかインスタグラムかな、 SNS も貼っておくので、よかったら飛んで見てみてください。お願いします。はい、じゃあ早速ねいろいろ聞きたいことがあるので聞いていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい。そしたらダンサールーツ、これみんなに聞いてるんですけど。はい、ダンスとの出会い、ゆきながね輝かしい経歴があるんですけれども、そんなゆきなちゃんを生んだこのダンスを始めたきっかけ、はそうですね、きっかけは私小学校4年生の頃に、うん、友達がそのダンススクールに通っていて、その発表会
を見に行ったんですね、うん、で友達が舞台で踊ってるのを見て私もあのステージに立ちたいみたいな思ってダンスを習ったのがきっかけですね。じゃあ、はい、お友達が習ってたダンススタジオみたいなのに行ったの、はい、一緒に。そうです、そうです、一緒に、うんうんうん、はい、初めて。その時はダンスの先生というかジャンルはどんな感じだったんですか？ジャンルはヒップホップでした。ヒップホップ、結構ゴリゴリのヒップホップで。あ、そうなの？ヒップホップなんですよ。あ、最初初めヒップホップ、初めヒップホップなんですよ。めっちゃ意外やわヒップホップと先生が2人いて、大きい体育館でレッスンされてたので、はいはい、2人いて、で1人の方が、ヒップホップ、ゴリゴリのヒップホップで、うんうん、でもう2人の先生がちょっとガールズっぽいジャズっぽいようなヒップホップで、ちなみに何々先生って聞いてるの？あ、ジュン先生っていう、ジュン先生、ジュン先生ってめちゃくちゃかっこいい先生がいてかっこいいんですね、ジュン先生特潤先生、特潤先生、特潤先生とか習って、はい、それが小4の時で、そこのスタジオにはどれぐらい、何年ぐらいおったの？そこのスタジオが6年生までだったんで、小学校6年生までのスタジオだったんで、うん、あれ？じゃあ2年間？そうです、そこのスタジオでは2年間だったんですけど、うん、その潤先生はもう一つその遠くの方でレッスンされてたので、そのままついていって、うん、なるほどなるほど、はい、中学生の間ってこと？中学生の間、高校生の間も通ってましたね。おお、そうなんや、6年6年ぐらいか、うん、あ、長かったよね、はい、その純先生が。その、じゃあ中学、高校ともやって、はい、高校はダンス部とか入った？入りました。お、ダンス同好会があって、同好会があった、はい、うわそうなんです、ちょっと、あ、でもユキナの時で同好会か、はい、なんか私の時は、当時はね、今はダンス部めちゃめちゃね、あれやんか、うん、ダンス部が取り上げられることも多くなったけど、当時ほんとダンス部ってなくて、はい、ユキナの時もじゃあ同好会だったんだね。そうですね、私が卒業してからぐらいにダンス部になりましたね。あ、なんかダンス部になった、今もあるダンス部、はい、今もあるんじゃないかな。へえ、はい、そっかそっか、今はほんとねダンス部増えてるね、文化祭とかでも、はい、バンバン踊って、踊りました、楽しいよな、はい、派手めな、ちょっと派手めな、派手めな高校生やったよな、ダンス部やったよな。その時もずっとだから純先生やったらずっとヒップホップってこと？いや、そこのスタジオで、中学生からのスタジオで、純先生とあともう一人葉月先生って方がいて、葉月先生、はい、あとゆき先生って方もいて、ゆき先生、多分4クラスか3クラスぐらい習ってましたね私。あ、ジャズと、そうなんだ、ジャズとヒップホップとガールズヒップホップとジャズファンクっぽい。うーん、はい、じゃあそっからよな、高校生ぐらいになったら次進路よ。そう、そうです、進路さ、やっぱりさ、はい、どうってなるわけやんか、はい、悩むよね、思春期の時ね、悩みましたね。そっから、あ、まあ私も一緒ですけど、ダンスの専門学校に行こうってなったわけじゃないですか。はい、うん、その時はどうやって、いろんな選択肢がある中で、なんでダンスの専門学校に行こうって決めたんですか？そうですね、やっぱりもう